こんばんは。おやすみラジオの佐藤真奈です。今日は女子会ラジオということで、女の子の気になるお話、脱毛だったりとか、ダイエットとか、ファッションとか、メイクとか、私は今までこういうことしてきましたとか、こういう風に悩んで、今こういう風にしてますとか、あとはこれ使ってみてすごい良かったよっていう話とかをまったりしていけたらなと思います。ぜひぜひ聞き流しながら、何かね、おすすめのこととか、私はこうでしたよっていうこととかありましたら、コメント欄でぜひ教えてください。それでは女子会ラジオスタートです。まずダイエットのお話なんですけれども、ダイエット、みんな女の子は一回は気にしたことあるんじゃないかなと思います。私もですね、食事制限をしたり、ホットヨガに通ったり、またね、一週間断食をしたこともあったり、あとはジムに通ったり、いろんなことをやってきました。今日はね、どんなダイエットが良かったよとか、こういうダイエットは危なかったよっていうお話とかしていければなと思います。結構ね、無理なダイエットもしました。学生の時、一人暮らしをしていた時はもう食事制限で、サラダとか豆腐、納豆、オールブラン、もうその辺しか食べないっていう食生活をしてたりとか、もうね、ちょっとね、摂食障害に足を突っ込んでたような、常に頭の中でカロリー計算されていて、もうガチガチに食事のことばっかり考えてて、すごい苦しかった時期がありますね。もうね、下剤を飲んだりとか、海外のね、なんかちょっとやばい薬、何万円かするものを取り寄せて買って飲んだりしたりとか、いろいろやってきました。今はジムを週5で通ってるんですけれども、体重は正直そんなに落ちないかったですね。ただ見た目が結構引き締まってきたかなとは思ってます。ジムのトレーニングメニューは、最近は背中と胸とお腹の筋トレと30分以上の有酸素運動とストレッチで、だいたい毎日1時間半ぐらいのジム通いをしてるんですけれども、背中はバーティカルトラクションで、胸はチェストプレス、お腹はアブドミナルクランチっていうのと、脇腹に効くロータリートーンっていう筋トレマシンを使っていて、まあ、それぞれ結構きついなっていうくらいの重さを20回を2セット筋トレはやってます。でも最近思うのが、ダイエットって自分の体を好きになることだなって思ってきました。体重を減らすことがダイエットじゃないんじゃないかなって。私はね、もう本当にずっと体型にコンプレックスがあって、ずっと他の子よりも太いって思って生きてきたんですよ。で、どんだけね、こうダイエットしても、自分はまだ太いとか、まだ太ってるっていう意識がずっとあって、それで行き過ぎた食事制限とか、やばいサプリを使ったりとか、断食とかってしてきたんですけど、だね、それで痩せても満たされないんですよね。自分の心が満たされてない状態で体重を減らしても幸せになれないんじゃないかなって。それでね、無理して痩せたとしても、食べたいものを我慢して幸せなのかなとか、
下剤とか飲んでまで毎日お腹痛めてまで痩せて幸せなのかなって考えた時に、なんかね違う気がして、今はね体型そんなに気にならなくなったかもしれないです。痩せたいとか、なんだろうな、もっとね服をね着こなしたいっていうのはあるんですけど、でも最近は体重を減らしたいとか細くなりたいっていうよりかは、もう自分を好きになるっていう意味でジムに行ってますね。体を動かすとすごいスッキリするし、自己肯定感が上がるんですよ。で、ジムに行けたっていうだけで、すごいね、自分の中でやったぞっていう自信につながるというか。で、それが週5回行けたぞとか、月20回行けたぞっていうので、自分頑張ってるなって思えたりとか、自分の心の安定につながってるって最近すごい感じますね。なので、こう無理なダイエットとかしちゃう子に、こう自分を好きになるダイエットをしてほしいなって思いますね。体重を減らすとか細くすることだけにとらわれないで、自分の体を好きになるトレーニングというか、そういうのをしてほしいなと思います。あと多分私のラジオは男性リスナーさんが多いので、男性の方ももしかしたらこのラジオを聞いてくださってるかなと思います。それでお願いしたいのが、女の子の体型についてあんまりね、なんか適当なことを言わないでほしいなっていうのはありますね。何気なく太ったとか、顔丸くなったみたいな、もうその一言で本当に気にしちゃう子がいるんですよ。私がなんでね、下剤とか海外のやばい薬に手を出してまで痩せようとしたかっていうと、私も元彼に顔が丸くなったとか、なんか食べ過ぎだよみたいな、そういういじり方、冗談をされて、で自分でももともとコンプレックスに思っていたことだったので、なんかそれが相まって、自分のねなんか気持ちもおかしくなっちゃった。男の子って特に若い子は食べても太らない、1キロ2キロなんてまあ誤差でしょって思う子が多いかなと思うんですよ。でも女の子ってその1キロ2キロをめちゃくちゃ気にしてるんですよ。その1キロ2キロのためにいろんなことを気をつけてて、すっごい気にしてる。だからそういう女の子の体型に思うことは自由なんですけど、それは口に出しては言わないでほしいなって思います。なんで今は結構私は健康的にダイエットに向き合うことができてます。で、今まで試したいろんなダイエット、断食とかね、ホットヨガとかについて話していけたらなと思います。まずですね、断食、これ結構どうなのって気になる人もいるんじゃないかなと思います。私が過去にした断食っていうのは1週間で、正確に言うと7泊8日で断食専門のファスティングセンターみたいな施設に行きました。5日間が完全に水のみの断食、あと2日が酵素ジュースみたいなとかお粥の回復食で過ごした7泊8日でした。で、皆さん気になるのって、1週間人は断食すると何キロ痩せるのかっていうことかなと思うんですけど、私の場合1週間断食をして5キロ近く減りました。でもこの5キロはもう気づいたこと頃には元通りでしたね。はい、
ダイエットとデトックス目的でその時は断食に行ったので、デトックスっていう意味では断食は良かったんじゃないかなって思います。断食って、まあ、当たり前にお腹空くんですけど、不思議なことに限界を突破すると全然空腹感じないんですよ。むしろ無敵状態になれるんですね。最初の3日間は本当に本当にきつくて力が出ない。ほぼ寝たきりで、お風呂に行くのもフラフラっていう状態だったんですよ。でも4日目から急になんか覚醒しだして、ファスティングセンターは山の中にあったんですけど、山の中をめちゃくちゃ歩き回ってました。もうね、あと1週間は何にも食べなくてもいいんじゃないかな、まだまだいけるぞっていうぐらい、なんか無敵状態に入ってましたね。今でも断食行きたいなって思います。私結構生理が重たくて、その生理の始まる前からお腹を下したり腰が痛くなったり、で生理始まったら始まったで、もうお腹がずーっともうズーンって重たくって痛くって、もう縦になれないっていう状況になっちゃうんですね。でもその断食行って1ヶ月2ヶ月ぐらいは生理もう全然きつくなくって、もう終わりみたいな、出血も普段の5分の1とか、全然ね、血も出なくて、辛くなくて感動したのを覚えてます。あと肌の調子も本当に抜群に良くなりました。ここ10年で一番いいっていうくらい、ツルツルピカピカになりました。断食ってやっぱり一時的でしかないので、その時、もうそのピンポイントでしか効果は出ないので、もう意味ないっちゃ意味ないんですけど、私は究極のデトックスかなっていうふうに思ってます。なので、デトックス目的っていうのだったらいいかなと思うんですけど、体重を減らすっていう目的では絶対おすすめしないですね。どうせご飯食べたら戻っちゃうので、食べないダイエットっていうのは自分の心がしんどいだけ。なのでね、ちゃんと食べましょう。で、次、ホットヨガなんですけど、今はコロナの関係でホットヨガ全く行ってないんですけど、1年ぐらいホットヨガに通ってました。ホットヨガもストイックな時は週5日、だいたい週3日ぐらいのペースで通ってましたね。で、ホットヨガってどうなのかなって、こうイメージだとホットヨガも痩せるとか、肌が綺麗になるとか、そういうイメージがあったり、あとどんな効果があるんだろうっていう話をしていきたいなと思います。まず痩せるのっていうことなんですけど、私の場合、あんまりこれも体重の変化はありませんでした。ホットヨガの、ヨガの強度にもよると思うんですけど、やっぱりランニングをするかウォーキングするかによっても、同じ歩くみたいな行為というか、手と足の動かし方だと思うんですけど、消費カロリーが違うじゃないですか。ランニングとウォーキングでも。そんな感じでね、ヨガの強度によっても異なってくる話かもしれないんですけど、私はデトックスヨガとか、ベーシックヨガみたいな、本当にあんまり辛くない、気持ちよく体を使っていくっていうようなヨガばかり選んでいたので、多分カロリーもそんなに消費してなかったから、体重はそんな変わんなかったんじゃないかなと思います。時間もだいたいコースっていうのかな、一つ45分とか1時間なので、そのうちのストレッチみたいな体を
伸ばすヨガとか、あとはただ何もせず横になるっていう時間もあるので、カロリー消費はされないんだろうなっていう印象ですね。で、汗はすっごいたくさんかけて気持ちいいんですけど、それも水分がこう抜けてるだけなので、やっぱり水を取ると元通りっていう感じなので、痩せたいっていう手段にホットヨガは弱いのかなっていうのが私の印象、経験です。で、あとホットヨガといえば、デトックス効果で肌が綺麗になるっていう歌い文句とかもよく耳にするんじゃないかなと思います。私がホットヨガを始めた理由も、肌が綺麗になったらいいなっていう気持ちで始めたのも大きかったです。私もね、すごい顔とか首元が本当に肌荒れしやすくて、すぐね、ニキビとかできちゃうんですけど、それをなんとかしたいと思って。ただこれも正直、肌劇的に良くなったっていう感覚はなかったですね。でも体の方は腕とか足とかっていうのは結構肌質は良くなった感じはしました。うん、もちもちすべすべしてたと思います。でも顔とかはやっぱり敏感な部分だし、そう簡単にはいかなかったですね。で、ここまで聞くと、ホットヨガ大したことないじゃんって。体重も減らない。肌もそんな実感するほど変わんないのか。じゃあいいじゃんって思った方は、ちょっとだけ待ってほしい。うん。私はですね、痩せない。肌もそんなにだったけど、でもホットヨガに通って本当に良かったなって思っていて、友達にもおすすめしまくりました。なので私の仲のいい友達3人いるんですけど、全員ホットヨガを始めました。それぐらい本当におすすめで、で、ホットヨガの何がいいかっていうと、体と心が整うことかなって思っていて、体はまず足の形が本当に綺麗になりました。私は足がもともと O脚気味だったんですけど、しっかりね、まっすぐになりました。これってダイエットで細くしようってするよりも、なんていうか、足の形自体をね、まっすぐに矯正できたので、よりこう綺麗に細く長く見えるようになったと思うんですよね。それにこう、むくみっていうのも、常にない状態で、足が軽いんですよ。っていうか、体がすっごい軽くなります、ヨガをすると。で、そういう意味で言うと、肩こりとかも解消されて、体に対する違和感。体調が悪いわけじゃないけど、なんかしんどい。なんか疲れてるんだよなーみたいなことがなくなりました。今まで私、自分にとって楽な姿勢とかっていうのが分かっていなくって、ホットヨガに通って初めて力の抜き方を知ったというか、自分で気づかないうちにこんなに体って力が入っていたんだって気づくことができました。その力の抜き方とか、そういうのを知れたのはすごく大きかったなと思います。あと冷え性も良くなりましたね。今まではもう冬になると足の先とかすぐ感覚なくなっちゃってて、膝掛けとかじゃどうにもならない。つま先どっかすぐ行っちゃうみたいな感じだったんですけど、今はね、指先、足先までポカポカで、そういう辛さっていうのはなくなりました。冷え性とか、むくみとか、肩こりとか、今まで自分にとってなんか、そういうもんだな、あるのが当たり前って思って我慢していたものが、
一気にホットヨガに通って解消されて、それってこの状態こんな楽なんだなって気づいて感動しましたね。だからなんか体疲れやすいなみたいな人とかはすごいヨガはおすすめです。体が軽いって感覚を味わってほしいですね。あと体だけじゃなくって心もすごく整えてくれるのがヨガのいいところかなと思います。ヨガに通うようになってから私もかなり気持ちが落ち着きましたね。その振れ幅が小さくなった、大きく動揺することがなくなったり、ヨガって自分の体と向き合うっていう感じなんですけど、自分がね気持ちいいところをね探してそこまでぐーって伸ばしていったりとか、すごい自分の体、自分を大切にできるようになったんじゃないかなと思います。そういう意味でねヨガっていうのは本当におすすめです。ホットヨガって汗がもう着てる服が絞れるぞっていうぐらいすっごい汗かくんですけど、それも気持ちいい、すっきりしますし、今はコロナでね密閉された中でホットヨガっていうのはできないんですけど、また時期が落ち着いたら私もやりたいなと思ってますし、ぜひね皆さんもホットヨガ行ってみてほしいなと思います。続いて脱毛の話なんですけど、女子会の話題といったら結構脱毛どうしてるとか、どこまでやってもらう、どこでやってる、いくらみたいな話をするんじゃないかなと思います。私の場合は学生の時にミュゼで脇と V ラインをやって、で残りはホーム脱毛っていう感じです。でミューゼはその500円で通い放題っていう時のキャンペーンでやりました。私が学生の時っていうのは今ほど脱毛サロンとかもなかったんですよ。なので友達も結構ミューゼの子が多かったですね。でミューゼどうでしたかとか、脱毛サロンまだ行ったことなくってどんな雰囲気ですか、どんな感じですかとか、なんか恥ずかしいからなぁためらってますっていう方もいるかなと思うんですけれども、私がミュゼで脱毛してもらった感じは、やってくれるお姉さんもすごくテキパキしてていい意味で淡々としているので、なんかあんまり嫌だなって思うこともなかったですね。こっちもなんかはいお願いしますっていう感じで脱いでピッピッピッってやって、脇と V ラインで30分もかからないぐらいで結構スピーディーに毎回終わっていくようなイメージでした。で痛みも私は全然感じなかったですね。なんで痛みもそんなに心配しなくていいんじゃないかなと思います。施術的な面では私ミュゼに対して全く不満はなかったんですけど、唯一やっぱりミュゼは予約が取りづらかったですね。今はもしかしたらいっぱい脱毛サロンも増えて予約の取りづらさっていうのも緩和されたかもしれないんですけれども、もう時間がやっぱりみんな行きやすい時間って被るので、学生とかねに時間の余裕がある時に脱毛を終わらせておくっていうのはおすすめかなと思います。それで後の部分ホーム脱毛っていう風に言ったんですけど、お家でできるケノン7万円ぐらいするんですけど、その器具を買ってやってました。やってましたっていう本当ぼちぼちやってて、もう最近は全然やってない。3、4年前もうちょっと前かなに買って最初はやってたんですけど、今はびっくりするほど使ってないですねだから私みたいに大雑把な人というかめんどくさがりの人は
ホーム脱毛は向いてないですね。脱毛って2週間に1回のペースでやっていくんですけど、2週間に1回って忘れちゃうんですよね。それでどんどん使わなくなっちゃう。うん。ただ効果としてはしっかりありました。ケノンの商品自体はいいですね。うん。私は毛がそんなに濃いタイプじゃないので、腕だと 3,4 回照射したら1ヶ月はお手入れしなくてもいいんじゃないかなっていうくらいのレベルにはなります。でもそれから全くしないとやっぱり元通りにはなってしまいますね。なので自分でそういうホームケアとかね、ちゃんとできるよっていう子はケノンもすごくおすすめです。今ね、ちょっとどうかわかんなくって、私のね昔の価値観で言うとやっぱり全身脱毛だと高い、それにすごい時間がかかるっていうのも嫌だったんですね。私何十万もかかるし、何回も通わなきゃいけない。本当にね、脱毛って大変だなって思うんですけど、ケノンだったら7万円ぐらいで自宅で自分のねお風呂上がりとかにできるっていうのはすごくいいかなと思うんで、私も今話しててね、なんかもったいないからケノンちょっと引っ張り出してきて使おうって今思いました。なので私の脱毛は脇とかはミュゼでやって、その他は一応ホーム脱毛っていう形です。はい。では続いてファッションとメイクなんですけど、ありがたいことにお便りでマナさんのファッション、メイク、美容の話も聞きたいです、どんな服やブランドが好きとかこだわりがあったら教えてほしいですっていう、同じ年の女性からお便りをいただきましてありがとうございます。私は28歳で全然おしゃれじゃないのであんまり参考にならないかもしれないんですけど、お洋服は基本的にふわっとした感じが好きで、なんかね、あんまりおしゃれじゃないのでファッション用語みたいなの使うのが恥ずかしいんですけど、ガーリーというかフェミニンになるんですかね、そういう結構女性らしい服装を好んで着てます。でブランドで言うとレッセパッセとかマーキュリーデュオとかミッシュマッシュとかをよく見てます。あとアルページストーリーら辺っていうのもいいなぁと思って見てます。ただこの辺はですね、安くないというか高いじゃないですか。なので結構旅行に行くとかこれっていう時、本気出したい時の服になります。で他は結構ネットで買ったりもします。韓国の通販とか、韓国の通販ってデザイン性が高いものが多いなっていう印象で、スタイルがね、よく見える服が多いんですよ。日本の安い服ってシルエットがなんか誰でも着れるようになるのか、結構ぼんやりしてるような感じがするんですけど、韓国は安いお洋服でも結構ね、絞るとこは絞ってあって、スタイルよく見えるものが多いなっていうイメージです。なので値段が安すぎないものを選べば生地もそんなに悪くないので、あんまりねこう糸の始末とかは良くないんですけど、そういうの気にしない方は韓国通販もすごくおすすめです。韓国通販だと私はホッピングっていうところが好きで、今年は夏にそこでねワンピースを買ったんですけど、すごいお気に入りで結構ね他の人にも好評でした。あともう一つお気に入りの通販があるんですけど、シックウィッシュっていう香港のブランドになります。でここの洋服はですね本当に可愛いんですよ。
いっぱい種類があって、私スカートとかワンピースとかが好きで、丈の長いものが好きなんですよ。で、そういう私好みのものがいっぱいあります。で、高すぎないけどデザインも生地もいいのがあるので、ぜひね、シックイッシュって検索してみてください、うん。で、洋服の趣味はそんな感じで、メイクとかスキンケアで言うと、あ、本当にね、いろいろもアイテムもあって難しいんですけど、なんかピンポイントでね、結構おすすめしたいものを紹介していきたいなと思います。で、皆さんクッションファンデって使ってますか？そうね、クッションファンデって結構ね、浸透してきて当たり前に使ってますよっていう人もいれば、やっぱり使わず嫌いみたいな人もいると思うんですよ。私はそういう使わず嫌いっていう方にちょっとおすすめしていきたいなと思います。私もそもそもクッションファンデってすごい苦手意識があったんですよ。それは、一番初めにクッションファンデが日本に入ってきた時ってミシャのクッションファンデだったと思うんですけど、それを私も最初に使ったんですね。で、その時に全然合わなかったんですよ。結構汚く化粧崩れして、で、私の中でのクッションファンデのイメージって、なんか、全然綺麗にファンデ乗らないっていうイメージで、ずっと避けてきたんですね。だけど、何年か前、3、4年ぐらい前かな。インテグレートの、水ジェリーファンデみたいなのが話題になったじゃないですか。小松菜奈さんが CM してる赤いクッションファンデみたいな、かね、ポンポンポンってつけるやつなんですけど、それがツイッターですごくいいってバズってるのを見て、2000円ぐらいだし、そんなにいいっていうなら試してみようと思って使ってみたら、それが私にすっごい良かったんですよ。カバー力はそんなにないんですけど、でも全体的に肌を綺麗に見せてくれる感じで、で、何よりいいなと思ったのが、すっごい楽だったんですね。もうポン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 ってそのままつけるだけでいいので。私はそれまでリキッドファンデーション派で、いつもね、水で濡らしたスポンジで、塗布してて、まずね、化粧するってなったら、スポンジを濡らしに行って、で、ファンデをね、一回手の上に出して、で、それでつけていくっていう。もうそれに比べたら、クッションファンデはもうそのままポンポンポンって体じゃないな、顔につけられるので、すっごく楽で、朝の時間がもう5分ぐらい変わったんですね。で、朝の5分って、もう昼の15分じゃないですか。貴重な、時間なのでね、朝の5分は。その楽さがいいなと思って、クッションファンデを使うようになりました。で、あ、今までね、クッションファンデって、クッションファンデ自体が自分に合わないって思い込んでたんですけど、いろいろね、王道のクリオとか、エイプリルスキンとか、マージーとかって、いろいろ試してみて、今はムーンショットって、っていうブランドの、クッションファンデを使ってます。ムーンショットはですね、パッケージが可愛いんですよね。宇宙みたいな感じでキラキラしてて、テンションが上がるっていうのと、つけた感じ、重たくないけど、結構綺麗に仕上がる感じが気に入ってます。クリオのキルカバーとかだと、本当にしっかり隠してくれるんですけど、もうこの年になるとしっかり隠せば隠すほど逆に綺麗に見えないっていう現象に陥っちゃうんですよね。なのでね、その点ムーンショットはいい感じにカバーしてくれる。もう隠れないところはもうそういうもんだなと思って使ってます。で、あと
メイクでこれっていうのがあるとすると、スポンジパフのおすすめなんですけど、エバーソフトっていうパフをおすすめしたいです。化粧崩れで悩んでる方、一度このエバーソフトをお粉をはたくときに使ってほしいなと思います。仕上がりっていうのも他のパフでつけるのと全然違うんですよ。毛穴とかで悩んでる方はすごいね、綺麗に粉が入り込んでぼかしてくれて綺麗に見えるんじゃないかなと思います。値段もね、300円ぐらいで高くなくて、ただ人気すぎて本当によく品切れしてて、ロフトとか東急ハンズで購入できるので、ぜひね、皆さんも見つけたらちょっと試しに買ってみてください。私も見つけたらもう買い占めにならない程度に3つとかまとめ買いしてます。それぐらいおすすめです。あと私の中でなくてはならないっていうものだと、コスアレックスの拭き取りパッド、これを使うようになってからも本当に私の肌荒れ人生が劇的に良くなりました。だからね、今まで何をしても結構角栓ができてしまったりザラザラするっていうのがあったんですけど、それ角栓がぐっと減りました。ニキビ肌さんにおすすめしたいですね。韓国の化粧品なのでネットで買うことになるんですけど、私はスタイルコリアンっていうところでいろいろね、そのクッションファンデだとかとまとめて買ってます。定価は一応2000円ぐらいみたいなんですけど、だいたい1300円、1400円ぐらいで買えるので、ニキビで悩んでる方試してみてください。コス RX みたいな似たような拭き取りパッドっていうのもいろいろあるんですけど、私もね、その他のものもいろいろ試してみて、もっと他にいいのかな、いいのないかなとかって使ってみたりしたんですけど、やっぱりダントツでコス RX がいいですね。私の肌にすごく合ってます。なのでもう 4,5 年はずっとリピートして使ってます。はい、これっていうようなメイクとかスキンケア用品で言うとそんなところですかね。またね、需要があれば今まで試したコスメの話とかしたいですね。結構みんないろいろスキンケアとかファンデとかっていうのはいろいろ悩んで試して失敗してってしてるかなと思うので、なんか私だけじゃなくって皆さんのね、なんかこれ使って本当人生変わりましたみたいなコスメがあったらぜひぜひ教えてください。はい、で今までダイエット、脱毛、ファッション、メイクとかについていろいろ話してきたんですけど、最後にね、女の子特有のこれおすすめだっていうのを紹介して終わりたいなと思います。一つはタンポンなんですけど、まだね、こう生理の時にナプキンを使う方が多いかなと思うんですけど、これも一回使わず嫌いの人は使ってみてほしいです。私はタンポンに変えてから本当に生理の不快感が7割はカットされたんじゃないかなってくらい感動して使ってます。生理の何が不快って、血の感覚というか、ちょっとやっぱりドロッとしたりするじゃないですか。で、どうしても気になって漏れてないかなとかって不安になることもあると思うんですけど、タンポンはね、そういう漏れるとかずれるっていうこともないので、中で吸収してるくれるので、自分でね、なんか、うわ、今なんか出たなとか、そういう感覚がないんですよね。だからすっごく楽です。私はホットヨガに通い始めた時に、ナプキンじゃダメだなと思ってタンポンに変えたんですけど、運動する方とか、
体を動かす方っていうのは特におすすめしたいなと思います。で、あと最後に一つおすすめのものなんですけど、お口の香水。私は小林製薬のプレスパルファムをデートとか大事な時にいつも持って使ってるんですけど、本当にね、喋るとふわっとバラの香りがするんですよ。で、いろんなブレスケアというかマウスウォッシュってあると思うんですけど、こう話してる時にふわっと相手がいい匂いだなって思うぐらい香るのってなかなかないんですよね。そういう意味で、なんか喋った時にこの人すごいいい匂いするって思わせてくれる商品です。なんでね、ここぞっていう時に使ってください。でもね、マウスウォッシュとかってそういうの全般だと思うんですけど、死ぬほどまずいのでそこは覚悟して使っていただければと思います。香りはね、そんなに長続きしないです。30分ぐらいですかね。なのでちょっとタイミングを見てお手洗いとかでね、さっと使っていただけるといいかなと思います。これはね、本当にすごい評判がいいです。ドラッグストアで400円ぐらいで買えるので、皆さんね、ここぞっていう時、デートの前とか使ってください。はい、そんなわけで以上、女子会ラジオでした。では最後まで聞いてくださりありがとうございました。